ほのぼの髪型変わりすぎて、出演 NG、どうもなえのです。動画が前後しちゃうから、あの人出しちゃうとさ、もうコロ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 髪の毛変わるから、近々流れますので楽しみにしててください。ということでですね、今回は、ホームセンター家族での購入品動画なんですけれども、前回ほのぼの文房具を紹介したら、そこでね、終了してしまいまして、ペットの話が盛り上がりすぎて、ぬーのほんとミーアキャットが欲しいの。というので、こちらですね、ビレバンド袋が出てきました、ミーアキャット。この子飼ってるんですけれども、もう年末なので、そろそろね、来年の福袋出る時期になりました。てかさ、思ったんだけどさ、ホームセンターってさ福袋あんのかな。なんか今日ツイッター見たら、スタワーはなんか抽選らしくって、毎年抽選なのかな、抽選らしくって当選したとか外れたみたいなシートが一番上になってて、どうでしたかね。皆さん、スタバは当たりましたか。私は申し込んでもないです。今年もビレ版は絶対やりたいと思ってます。来年ですけど。あとジェラピケやりたかったんだけど、ジェラピケはもう終わっちゃったみたいで、女子の憧れだったけどね。ということで今回はナイナの購入品を中心に、パピコとマミコが買ったものを紹介します。そしてメインは、皆さん、まあまあ満足、一本満足って知ってますか。あの一本満足、本当に一本満足すんのか問題出てきまして、一本満足を買って、それを食べて満足するかも検証しています。面白い結果になってますので、ぜひよければ最後まで見ててください。それではどうぞ。ということで、ほのぼのさんの購入品は以上でございますね。で、ノエノの購入品紹介たくさんいきたいと思います。まず、ノエノのといつもパピコも買ってるし、マミコも買ってるんで、ここね、あのほのぼのだけ袋を開けたんですけれども、ノエノ袋開けてないんで、出てきたものを全て紹介していきます。まずこちら、ママだね、換気扇のやつ。これは、ね、多分お風呂の換気扇の上に止まるやつですね。私もよく手伝ったりしたことがあります。本当に？はい、本当です。レンジフィルター、598円レンジフィルター。そしてこちらノエノでございます。でれん、私冬学校行くとき制服で行くんですけど、素足寒くって嫌だから、マイナス5センチのやつを履いていくんですよ。アキュービュー、アキュービュー、本当に合ってる？アキュービュー、本当よ。アキュービューじゃないね、これ。ドクターショールって書いてある。マイナス5センチの上にあったかい生地になってるの、最高。でもね、やっぱこれ高くて、ちょっと当てていい？いいよ。1500円。正解、1480円でございます。そう、ちょっと高いし、穴結構開いちゃう。私は、そう、私は、はい。じゃあ次いきます。続いて、ででん、札幌ポテト。うちに何個あんのってぐらいありますね。昨日より一緒に食べたね。え、一緒に食べたね。札幌ポテトはですね、1個196円でございます。パペコ、札幌ポテトほんと好きだよね。私ね、結構量が多いから食べきれないんだよ、1回じゃ絶対、札幌ポテトって。で、続いて、なんか最近ね、パペコ結構買うよね、こちら。じゃじゃん、ビスコ、ビビビビスコ、ビビ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 ビスコ、高、1個160円で、2個買っております。ビビビビスコからのパイのみ、期待のパイのみ、1個138円が123円5かと思いきや、こっちの26、いや、しかも普通のパイのみじゃなくて、プレミアムな深みチョコラ、チョコラじゃない、ショコラ。はい、そしてまだまだあります。こちら、美味しそうと思って買っちゃいました。一本満足。違います、まだ出てないですよ、やめてください。こちら、サントリーオランジーナ。違います。どっからどう見てもオランジーナじゃありません。こちらめっちゃ安い、98円でございます。そしてこちら、優しいゼリーは138円。そしてこっちいきたいと思います。重っ。これ誰？他の動画。これも日用品なんですけれども、ティッシュ378円。そして先ほどチラッと出てきちゃったんですけれども、オランジーナの期間限定のぶどう味でございます。こちら98円、パペコです。そしてこちら、そろそろシャンメリーの季節ということで、こちらのシャンメリー178円、マスカット味です。クリスマス、皆さんはサンタさん何頼みますか？ぜひよければコメント欄に書いてください。そしてちょっと自分専用のお茶を買いました。結構ね、このお部屋で勉強とか編集とかすることが多いんで、
最近さ、うちの高校さ、なんか謎にさ、2リットルをコンビニから買ってきて、で、2リットル1日で飲み切るっていう、なんかダイエットが流行ってて、みんなやってる。むくみが取れるのと、そう。なんなら、普通に買うよりも2リットルの方が安い。そう、安いんだよね。そう、それもあると思う。みんなね、水をね、このまんまね、ラッパ飲みしてるの。ラッパ飲みがいいよね。マジで？私はさすがにこれコップに移すけど、すごいなと思って。でも飲みすぎると今日のほのぼの朝みたいにむくみがすごくなってしまうのね。ほんとこの人ね、今日の朝やばかったんです。パンパンでした。こちらのね、お茶148円。安っ。オランジーヌだと50円ぐらいしか買わないわ。あとこれマミコが買ったポリ袋ですね。1個348円。で、もう1個買ってます。ででん。で、今日の動画のメインと言ってもいいんですけれども、皆さんこの CM 見たことありますか？せーの、せーで。マジ合わせて。満足この言葉聞いたことあると思うんですね。私も気になって買ってしまいました。ででん。一本満足、本当に一本満足できんのっていう動画をちょっと撮りたいと思います。私、ちょっと今歯が矯正器を行ってきたばっかで、きつく締められて痛いんで、ほのぼのさんに食べてもらおうと思います。はい、じゃあこれみんなに。え？ランプライトだこれ。からラクアキーされてますね。こちらの1本満足ですね。なんかプロテインが入ってるのとプロテインが入ってないので値段の差がすごかったんですけれども、ちょっとプロテイン入りの方を買ってきました。プロテインって美味しくない？プロテインだったらココアだよ。チョコじゃん。絶対1本満足なんじゃないでしょう。思うの、私もすごく思う。1本満足だよ。1本で満足できると思いません。148円。148円で満足できたら毎日食べるわ。一本じゃなくて一口欲しい。どんな味？食べてみたい！いただきますとかさ、食べますとかいう言葉欲しいんですけど。一口だけ、一切れもらいました。いただきます。うん？何？お姉さんもしかして満足されてる？チョコレートチョコレートそう？いや、これ満足しないよ、一本。プロテインっていいんだって、体に。これ食べた後で筋肉ふわふわさせるといいらしい。ふわふわ筋肉ふわふわさせる。お茶持ってきて。お茶ありますよ、ここに。飲んじゃダメよ。飲みたい。お茶乗ってきて。飲まない。もしもし？え？あ、満足した。これは一本満足。一本どころではありません。半分で満足しました、この方。ということで、検証結果。一本満足、半分で小学生は満足する。あ、間違えた。中学生でした。中学生でしたね。ということで、中学生は一本満足、半分で満足しちゃったよっていうお話でした。半分満足。半分満足。半分満足。これ美味しい、すごく。口内炎と歯の痛いのがなければ全然モリモリ食べてたわ。私だったら絶対一本満足しません。あー痛い、ごめんなさい。さっきね、うちね、これ食べること知らなくってね、うん、雪の宿3つと札幌ポテト食べてた。だからと、あとはチョコレートしてみて。全然チョコレートしてないし、一本満足、別にお腹空いてる時に食べたら全然一本満足しないわけ。うん、一回食べたことあんの？ホワイトバージョン、ホワイトチョコレート、あれは中にフルーツが入ってるからすごい美味しくって、それとこれ悩んだ、めっちゃ。私も小腹空いた時にこれ食べたら満足するよっていう話だよね。美味しい、食べちゃいました。ということで今回はコージーコーナーで、コージーコーナーじゃないんだって。コーナーになった。はい、ということで今回はコーナーで買いたい放題買いまくりました。合計金額は8716円でございました。これだけ買ってこれっていうことは安くなってんのかなとか思っちゃったりします。で、結果的にはプロテインは美味しいということでした。また今度ホームセンターで購入品紹介。うん、なんで今のホームちゃんの場合だとホームセンターでその場で購入しようかってことになってるから、めっちゃ面白かった。また今度コーナーの購入品紹介見たいよと思ったヒントをグッドボタンちゃんとよろしくお願いします。他にも行ってほしい場所、ホームセンターありましたらぜひよければコメント欄に書いてください。皆さんホームセンターに行ったら何買いますか？こちらも私は犬を飼います。それではまた次回のマグロにしましょう。やばいやばい、さっき取り忘れた歌います。聴いてください。せーの。
せーで半分満足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 低くなり響く音透明なノイズ